会、櫻井会長と、橋本大阪市長の意見交換を始めます。それでは橋本市長、よろしくお願いいたします。じゃあ先に言ってもらったらいいんじゃないですか。あ、そうですか。まずね、いろいろと言いたいこともあるんですけれども、ヘイトスピーチについてお伺いできます？いや、僕の意見を聞くんじゃなくて。いや、あんたが言い出したことだろ。あんたじゃねえだろ。お前でいいのか、じゃあ。あのね、まずあなたがヘイトスピーチうんぬんって言い出したことからしたでしょ。大阪でもそういう発言やめろって言ってんだよ。いや、どういう発言なのかって聞いてんだよ。民族とか国籍を一括りにしてな、評価をするようなそういう発言やめろって言ってんだ。朝鮮人を批判するってことがいけないってあなたは言ってるわけ。お前な、お前って言うなよ。うるせえお前。うるせえ。ちょっと待て、お前なんだよそれは。なんだよお前、なんだよお前。お前それでも男かよ。こうやって守れなくてさ。座れ。お前だろうよ。お前勘違いすんなよ。お前そちらこそね、勘違いしないでもらえるか。お前な、お前勘違いすんなよ。君は公僕だろ。公僕はなんだよ。公のしもべであってね。お前みたいな許せねえって言ってんだよ。だったらやってみろよ。男だったら一対一で。なんだよ後ろのこの警備は。人に命守ってもらわなきゃ何もできないんだったら最初から言うなよ。大阪でお前な、そういう発言やめろ。どういう発言なんだって聞いて答えられないだろ君。お前国会議員に言え。は？お前の主張は国会議員に言えって。あんたの友達の国会議員に言ってるよ。お言えよ。お言ってるよ。どんどん言えよ。うん。でそれで終わりじゃないか話は。参政権を持ってないな。うん。お前在日韓国人の人に言ってもしょうがないだろ。その参政権を求めてるだろ彼は。強いものに言えよ。言ってるだろうよ。もっと弱い者いじめばっかりするんじゃなくて。じゃあ一体どういう弱い者いじめしたか教えてくれるか。国会議員に言え、政府に言え、東京に行ってこい。で統一地方選挙あんだろ。じゃああんたなんで呼んだんだよ人を。統一地方選挙あんだろ、立候補しろよ。君ね、なんで私を呼んだんだ。そしたらお前がな、記者会見のあんたの発言全部ここに抜き出してるけど最初にお前が呼んでるだろうよ。選挙やって訴えろよ。もうそれでいつも逃げてるだろ。くだらない、そんな政治団体が何か知らねえけどな、うん、そんなしょうもないことやるんじゃなくて今度の統一地方選挙でお前訴えたらいいじゃないか。私は政治に興味ないんでね。だからもうそういうね、あの在日のその特定永住制度とかそういうことに文句があるんだったらそれを作った国会議員に言えって言ってんだ。言ってるんだよ。そして何よりもね、特別永住制度なくしたらどうなるかぐらい分かるだろ。だから国会議員に言え。言ってるって言ってんだよ。特定の個人をな、ルール違反をやってる特定個人がいるんだったら刑事告発しろ。民族をまとめて国籍をまとめて、うん、それに対して評価を下したり、ああいう下劣な発言やめろ。でどういう下劣な発言なんだって言って裁判所に認定されてる事実だ。でそれ一審二審だから、それ私が言ったんかい。一審二審だから最高裁でまだ変わる可能性もあるからまだ断定はできないけど、そういう主張がお前あるんだったらな、ちゃんと政治家に言うか、それから立候補して訴えろよ。なるほど、君は政治家じゃないんだね。訴えろ。いや君は政治家じゃないんだろ。俺は大阪市長。うん、うん、でその大阪市長が何の権限があってヘイトスピーチがどうのこうのって言ってんの。これ7月の君の記者会見だよ。で自分が相手をするから来いとこう言ってるんだよ。でしかも9月に何て言ってるよ。僕に簡単に会えると思うなとかね、ふざけたこと言うな。頭おかしいのか君は。7月に言ったことと9月に言ったこと全然違うだろ。で政治家に言えちゅうからあんたにも言ってるだろうよ。どうだ、国会議員に言えって言ってた。特別永住制度について言ってるよ。よし、だから、そして何よりもね、市役所の前で訴えて。特別永住制度をなくすためには日本人自身が強くならないとしょうがないだろ。市役所の前で訴えてもいいけど、韓国人や朝鮮人を一括りにして、うん、それに対してああだこうだ言うなって言ってんだ大阪では。日本人を一括りにしてね、誹謗中傷をやるから叩き返してるだけだろうよ。お前も日本人の代表だったら少しくらい言えよ。韓国人特定個人、じゃあ誰か、誰なのかを特定個人をちゃんと指摘しろよ。パククネでもいいよ、君が言ってやれよ。じゃあそれで刑事告発でも何でもしろよ。民主主義のルールに基づいて。こちらも民主主義のルールに基づいてデモ行進やってる。お前なんかもう勘違いしてんじゃないのかお前。何を。お前なんか自分でお前世の中変えれる力持ってると思って勘違いしてんじゃないのかお前。たかがね、一地方の首長ごときでふざけたこと言うなよ。じゃあお前立候補してお前当選してみろよ。政治に全く興味ないんでね。政治家ってのはね、この世で最もね、醜悪な人種だと思ってるんでね。な、当選してから言え。悪いけど政治に興味がない人間が言ったらしょうがないだろ。政治的な政治をね、信じてない人間が政治に出るのはね、何よりもこれね、冒涜行為だろ。違うか。世の中をな、そんな変えるのはそんな簡単じゃないの。分かってるよ。だからそれ君を見てりゃよう分かるよ。統一地方選挙をやってちゃんと訴えて。これは選挙の話じゃなくてヘイトスピーチの話じゃなかったんかい。支持されるかどうか。話をそらすなよ。お前みたいな差別主義者はな、大阪にはいらない。お前誰が差別主義者だよ。お前だよ。
なんで差別主義者なんだ、教えてくれるか。お前だよ、民族を一括りにして喋るなっつってんだ。ってことは韓国人みんな差別主義者かい。ルール違反があるんだから。どうなんだ、特定個人、朝鮮人はみんな差別主義者かどうか答えろよ。お前だよ差別主義者は。お前どうしてそうやって話をそらすわけな。もうやめろって。あのな、もう分かってんだろ自分で。それはあんただろな、自分に言ってんのめちゃくちゃじゃないかよ。だからもうとにかく大阪ではもうお前みたいな活動はいらないから。ちゃんと私がいつ大阪でそういう風にやったんだって聞いてるんだよ。政治的な主張と通常の主張表現の自由で収まるような主張に変えろって言ってんだ。お前ね、この間あのなんか見て在特会がおとなしくなったとかなんとか言ってたろ。うん、ああいうデモしか我々やったことないんだよ。だからちゃんとそれ以外のデモであんたが言うね、ヘイトがどうのこうのっていうデモがあるんだったらちょっと日付言ってくれるか。だから普通にやれ。いや普通にやってるんだよ。表現の自由の範囲で普通にやれ。でそれをあんた確認したって言ったじゃないかよ。だから民族を一括りにして言うな。朝鮮人はな出ていけとかな、うん、ゴミはゴミ箱、朝鮮人は半島に帰るとか、そういうくだらんことはやめろと。それ言って何が悪いわけ。特別永住者の制度がおかしいんだったら、ここがおかしい、ここがこうしろ、これはおかしいじゃないか。朝鮮人は朝鮮半島へ帰れっていうのは一つの意見だろうよ。やめろと。民族を一括りにするの、お前ね、民主主義否定するのやめろよ。だからそれ言論の自由を否定するのやめろよ。選挙出てからやめよ。あんた民主制の下で選挙で受かったんと違うんかい。民主制否定するんだったらやめてからやれよ。だから選挙出てから飛び出しに帰れよ。選挙出てからやれよお前。だ選挙に興味がないって言ったの、うん、あんたたちみたいな権力欲ばっかりじゃないんだよ人間は。日本を少しでも良くしたいと願う、あるいはね、日本に対して冒涜行為を働く、暴言を働くような人間がいたら怒って当たり前と違うか。もう勘違いするなよお前。何がだよ。もう終わりにしましょうか。入れさっさと。お前ここ大阪市役所だぞ、お前が帰れ。お前が呼んだんだよ、だから外でやれてたろ。帰れ帰れ。あかんあかん、生活保護の問題ゆえ。帰れ終わり。それでは、施設管理権、生活保護の問題はどうだ。施設管理権は大阪市長にありますから、帰れ。交換会終了させていただきます。みっともねったらあれ知れろこの男は。言い逃げかい。はい、さよなら、弱虫のね、橋本くん。二度と会うことはないと思うけど、さっさと帰れ。飛び立ちんちに帰れ。はい、終わり。ご覧の通りね、橋本知事、あ、市長でした、失礼いたしました。市長逃げ出しました。以上でございます。あ、ついでに言っとくけどね、今の市長ね、市役所はシロアリって言ってるんだよ。これヘイトスピーチと違う？はい、意見交換会は終了しましたんで、ね、意見交換会。あんた出てけよ、今これ発言してるよ。いいの？ルールぐらい守れよ。ちょっと荷物。そのマイクは？ああ、ごめんなさい。